どうも、クニです。今日も練習試合、私は監督専任としてやりたいと思います。今日の課題はですね、二遊間のサインプレー。クニーズ、今まで二遊間のサインプレーはなかったんですけども、守備の時に牽制だったり、いろんなそういう二遊間でのサインプレーというのを強化してやりたいと思います。あとはバッティングに関しましては、打った後の走塁、ディレードスリーだったりとか、盗塁、エンドラン、ここをさらに強化していきたいと思います。足の上げ方小さく、はい、今日のオーダーはこんな感じです。1番前澤くん、普段あまりないオーダーです。ここは前澤くんに何としても出てもらいたいところです。紙一重でフライ、惜しい。そしてここでいきなり事件は起こりました。肉離れから復帰した SWBC ジャパンスコット A 代表のタカがフォアボールで出塁します。この後彼はディレードスチールを試みるのですが、注目してください。ここ突如減速しだします。別のカメラでも見てみましょう。さあ、復帰かどうか判断するチャンスこれ。狙えるよ。ゴー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 。ないよ。ないからゴー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 。長い。オッケー。さあ。走った瞬間に肉離れの部分が再発してしまいます。え、マジで？タカ、怪我で再離脱。タカが先頭。一歩目に怪我してしまいました。繰り返しですよね。繰り返しました。いやー、もうなんか俺まで凹むわ。3週間我慢したのにな。我慢しました。めっちゃ楽しみやったのに。もう直してくれよ、こうなったら。ちょっとまた3週間1ヶ月間動か。また繰り返したらしね。世界大会もあったのに。ほんまや、言えろ。8月5、6です、確か。やっぱ怪我治ったら入れるって言われてたんですよ。マジで。ほんま直そう。その後ジャスティスへのがフォアボールで出るものの、三振ゲッツで初回の攻撃を終えてしまいます。嫌な流れだ。しかしこの嫌な流れを断ち切ったのが亮。先発で見事この流れをかき消します。自慢のストレートを低めに決めて、しっかりと内野ゴロの山を築いていきます。初回を三者凡退で打ち取ります。これさあ、そしてクーニーズの攻撃は3回ワンアウト2、3塁からバッターリオ。叩こうと思った打球が上がってしまうもののタイムリーヒットとなります。宇宙間に転がった打球は見事スリーベースとなりました。これに2点を先制。その後ランナーが出塁し、バッターはジャスティス上野。ここで意表をつくセーフティーバンド。三塁ランナーのリオがしっかりと帰り、ここでも追加点。その後もリオが相手打線を無失点に抑えます。いい粘り。それいいね。いい粘りや。リオナイスや。いいね。4回表、マッキーがバントを試みるものも、一塁ランナーの亮が滑らずにアウト。スライディングしないのはまずい。まずいプレーだ。マッキーに挽回の盗塁のサインを出すものの、ここは走らず、もう一度盗塁のサインを出します。タマちゃん、何キロ渡してごめんね。何をしとんや。変なリードをしてしまいます。再度投了出すも、また変なリード。何をしとんや。二塁ランナーの時の3投のリードをしてるんでしょうか。もう一度投了サインを出します。このリードがまず大きい。
可解なリードを取る牧。何しとんや。追い込まれたのでサインは出さないものの、ここでマッキーがなぜかスチールを試みます。その後タマちゃんの内野ゴロで生還するものの、ここで映ってはないんですけども、第2リードの時に完全に止まってしまってからのスタートをしているんです。それでここで間一髪になってしまいます。この後マッキーには第2リードのやり方と、あとは1塁の時の盗塁の修正をします。伊藤に関してはリード幅をしっかりと話し合い決め、そこから動かないように指示しました。第2リードについてはまず上に飛んでいるような形だったので、まず横に飛ぶ点と、あとは着地するタイミング、着地した瞬間にボールがまだ来てないという状態だったので、ボールがミットに入ってまだ着地してない状態を作るように修正していきました。そして5回の表はジャスティス上野が一発で決めます。ドガーン、大きな当たり、完璧にホームラン曲線を描いた打球でした。一時スランプになってたジャスティス脱出です。スランプ脱出や俺。さあそして6回表は今度は前澤くんが見せます。バカーン、こちらも右中間にどでかい当たり、球場なら間違いなくスタンドインしている完璧な当たりでした。前田くん最近絶好調、調子を上げてきました。さあそして6回2アウト2、3塁でもう一度回ってきた前澤君、今度は足で見せます。追い込まれたからの打球、内野ゴロ当てた打球は内野安打となります。そして2塁ランナーのリオがホームを狙うも封死、でもリードはすごく良かった、積極的も OK、 これは OK。ということで試合は完封勝利でなんとか勝ちました。たくさんの失敗も出てすごく収穫のある試合でした。そして今日のハイライト、まずジャスティス上野、今季5本目のホームランは完璧な当たりでした。見てみましょう。めちゃめちゃ飛んでましたね。最近好調の秘訣、実はこれにあるんです。これ何倍入れるん？これね、中入ってるスプーンが何グラムだ、これスプーン1杯で十分だね。1リットル水に対してスプーン1杯入れれば十分だと思う。これがじゃあ大体1リットルぐらいってことだね、うん、まあ、多分900とか一応1リットル入ったね。ある、 あった、うん、一部と置いてしまう。これね、水入れてから入れた方が溶けやすいよ。そういうことか。ちなみにカズさん、BCA8 は何の、どういう成分ですか？必須アミノ酸ですよね。はい、バリン、ロイシン、イソロイシン、はい、この3種類が入った、まあ、サプリメント。どういう効果があるんですか？これ取ることで集中力、もろもろ、まあ、試合とか練習にはね、欠かせない、まあ、ドリンクなんじゃないかなと。最近体のキレと集中力のない上野さんにはちょうどいいですね。そうなんですよ、ポップ最近、ね、ポップだからね、もうふわ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 してんねんね、もう打球もな、ふわふわしてるかな。ちょっと待って、それはあのポップフライおじさんの話ですか？やめてください、それ。なんかさあそして前澤君の今季5本目のホームランも見ていきましょう。はい、一発いっとこう。しっかりと残して打ちましたね。悠々ホームラン、ナイスバッティング。はい、こちら7月のプレゼント企画、純系グラムの公式ガイアグローブです。キップレザーとステアレザーの良さを合わせ持った HFB レザーを使った最高級のグローブです。またアンダーアーマーの軟式用内野手グローブ、迷彩のかっこいいグローブもチャンネル登録ユーザーの中からプレゼントしたいと思います。締め切りは7月31日、当選者の発表は8月に行います。この機会にチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。チャンネル登録するだけで当選者の対象となります。中
かまとあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。